神聖な者たちよ。私たちは愛を持ってあなた方をお迎えします。私たちはあなた方の内側に自分という存在の真実についてますます意識が高まっているのを感じています。あなたのディバインセルフは、あなたがそのつながりを求めるたびに、あなたの内側にその存在を拡大しています。あなたが瞑想するたびに、あなたの流れは広がっていきます。あなたがディバインセルフ、オールザットユアー、ハイヤーセルフに、より完全に、あなたの体現に入り込んでくるように頼むたびに、それがそうなっていくのです。あなたが内側から、ハートから、願望や、絶望の感情としてでも、求めるものは、すべて、あなたに流れ込み、あなたは、ますます、永遠の全体性があなたにもたらすエネルギーを、より多く受け取ることができるようになるのです。そして、このエネルギーと光が拡大するにつれて、同様に、あなたも、拡大していきます。エネルギー的にも意識的にも拡大していくのです。あなたのエネルギーと意識は、あなたが経験をするためのレンズであり、あなたの経験を決定する、これらの要素が高まるにつれて、あなたは世界に対する感覚が開かれていくのを感じることでしょう。自分の内なる知識や内なるつながりにより意識を向けるようになると、あなたは計画することが減り、自分を追い込むことが減り、物事に対してもっとシンプルに考え、そして流れに身を任せることができるようになります。無理をして自分を奮い立たせたり、努力したり、物事をコントロールしようとする必要がないことを知り、あなたはリラックスし始めます。そしてこのリラックスとはとても深く、過去にあなたが思っていたようなリラックスとは全く違うものです。これはあなたの存在の全体性との深く最も美しいつながりです。内なる神聖さと守られているという穏やかな感覚はとても繊細ですが、生命を与えてくれるものです。しかし、その一方で、より深いリラックスと安らぎを感じる瞬間もあり、これは全く新しい感覚です。これまで長い間、人類は走り続けて生きてきました。人は生きていく上でのリスクや危険に脅威を感じながら人生を過ごしてきました。また、自分の体や心の優しさが人生の試練に耐えられるほど強くないと不安になり心配することを学んできました。でもそんなことはありません。むしろあなたの優しい心と柔らかく生き生きとした傷つきやすい体こそがあなたに多くの感受性と喜びの可能性を与えているのです。多くのことを感じ、意識することによってのみ、あなたは、ここにあるすべての贈り物に、感謝することができるようになります。かつては、脅威を察知して、アラートとともに、神経系を活性化させていた、あなたの意識の側面と同じものが、今では、あなたを内なる平和と幸福へと導いてくれているのですから。今、あなたの周りに広がる巨大な愛とサポートの感覚をキャッチしているのは、あなたがそれらと同じ感覚や翻訳能力を持っているためです。以前のバージョンのあなたが物やことに気づいたのと同じように、あなたは今、ごく自然な感覚で微細なエネルギーの領域にも気づくことができる存在へと進化しているのです。あなたが生きている世界では、あなたが今いる同じ空間に、常にたくさんの生命体やエネルギーの層が存在しています。もしあなたが、そのすべてを感知しようとすれば、圧倒されてしまうことでしょう。
しかし、あなたはそのように作られてはいません。あなたは今この瞬間に自分のエネルギーフィールドと共鳴するものをフィルターにかけ、それを変換して体験するようにできているのです。その都度、似たようなエネルギーを選んで変換し、これが時間をかけて展開するあなたの人生体験なのです。しかし、今あなたはエネルギー的にとても違っていて、ますます変わってきているのです。それは、より高い光にです。そして、あなた方の共鳴は、神聖なる完璧さへと向かっています。つまり、あなたは、時間を超越し、永遠に続く無限の光の流れを、地球での経験の一つ一つの瞬間に表現しているのです。それが、あなたにとって、アセンションがどのようなものになるかを予測する、一つの方法かもしれません。自分の内側が変われば、この世界や、意識の中で経験することも変わっていきます。見えているもの、知っているもの、そしてあなたの経験として現れているものは、あなたが上昇しているからこそ上昇するのです。さらに、もっともっと上昇していきます。他の場所に住む友人がいることは、素晴らしいことだと思いませんか？高い視点から物事を見ることです。そして、あなたが柔らかくなり、もっと手放し、もっと信じ、良いことを予感することで、新しいレベルに達し、どんなに小さなことでも、あなたの中で起こっていることに光を当ててくれるのは誰でしょう？自分の内側に平和を作り出すことは、これまでずっとあなたのために存在していた素晴らしいものを、より多く解放することにつながります。そして、あなたは今、それらを感じ取っているのですね。完璧です。あなたは今、この場所にいて、それはとても素晴らしいことです。ありのままでいいのですよ。常に、このことを知っていてください。あなたは常に、生命の表現であり、神聖なる完璧さそのものなのです。あなたは、決して道を踏み外すことはありません。すべてがあなたがなりつつある自分に貢献し、あなたの展開する人生は、これまでの各瞬間にあなたが想像しているものと、あなたが許可している拡大や、流れから生じる意識によって、限りなく強化されています。もっとシンプルに言えば、あなたは、とても素晴らしいことをしている、ということです。それを感じ、微笑んでいてください。私たちは、完全な存在なのです。大天使ミカエルと放射光評議会。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンでの応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。